日産は4月17日、軽自動車ルークスをマイナーチェンジした。発売は6月下旬を予定している。ルークスは、ホンダ、N、ボックスやダイハツ、タント、鈴木、スペーシアや三菱、デリカミニのライバルとなる軽スーパーハイトワゴン。今回のマイナーチェンジでは、広い室内や使い勝手、 安定感のある走行性能などはそのままに装備を充実させ高級感のある新デザインを採用したデザイン刷新装備充実フロントには新時代の V モーショングリルを採用し躍動感と高級感を強調ノーマル仕様となるルークスシリーズはヘッドランプとグリルを一体化し 立体感を持たせることでフレッシュなデザインとした。ハイウェイスターシリーズはワイドに進化した次世代のデジタル V モーションとバンパーを組み合わせより上質でモダンテックな存在感を演出している。ボディカラーはカシスジュレをイメージした新色完熟カシスを設定しハイウェイスターシリーズは2トーン5色とモノトーン7色 ルークスシリーズは2トーン2色とモノトーン7色をラインアップする。装備も充実。新型ルークスでは後方視界が遮られるシーンや悪天候などでも、視界を確保するインテリジェントルームミラーを新たに採用。さらに LED ヘッドランプとディスプレイ付き自動防限式ルームミラーを全車標準装備とたその他、 パーソナルテーブルやカップホルダー、USB ソケットなどを組み合わせた快適パックをハイウェイスターシリーズで、標準装備としたほか、オプションでステアリングヒーターも用意する。アーバンクロムもラインアップ。新型ルークスの価格とグレードは以下の通り、日産モータースポーツカスタマイズが販売する特別使用車ハイウェイスターアーバンクロムや、 福祉車両、ライフケアビークル、LV シリーズもラインアップする。